はい、皆さんこんにちは、こんばんは、きーちゃんでございます。今日はですね、最近ね、いろんなものを試している私が最近よく使っているものを、おすすめしたいものを紹介していきたいと思います。はい、こちらのチャンネルではアラフォーの私が試したり気に入ったりメイクをしたりと美容を中心としたチャンネルになっております。一人でもね、参考になれば幸いです。それではスタート。はい、そういったわけでですね、ハイライトとか、シェーディング類はいつも同じなので、省いているんですけど、それ以外のパーツはとりあえずある感じでございます。一つのパーツにまあ1点2点3点とか、そのパーツによってちょっと違うんですけども、あとね、商品の名前がちょっとね曖昧なところがあるので、それは編集時にテロップに入れますが、こんな感じでっていうのを紹介していきますので、興味のある方はね、ぜひ最後まで見ててほしいと思います。いろんなね下地をね使っているんだけども、一番今日の撮影日までの間に一番使ってきたものが、まあこのメーカーさんはある企業さんのスキンケアの一部に入っていて、それでそちらのね、7点セットがね当選しまして、ちょっと試させていただいた時に使ったものです。で、一応 UV ベースになっていて、こう、ね、白いクリームになってます。ベタベタ感がそんなになくて、伸びもすごい良くって、保湿力がね強いせいか、すごいね塗り広げた時にこうしっとり感がすごいあるので、冬場なんか、今のこう季節の変わり目なんかに特にいいんじゃないかなと思います。これを塗った後にすぐファンデーションを乗せてもですね、あんまりヨレがないというか、感じなので、馴染みもね早い方だと思うので、馴染みがいいものを使いたい方に特におすすめなんじゃないかなって思います。で、一応日焼け止めでもあるので、まあこれを塗っとけば大丈夫かなっていう感じで、SPF が37の3プラス入っているので、まあ秋冬の方が使う感じが多い。SPF もそんな高くない。特に秋冬とか、まあ特に今の秋から冬に変わるぐらいに使うといいんじゃないかなって思いますね。メイクしない日でも日焼け止めを塗りたい方にはこれだけとかも使えると思います。で、このディープ2031っていうのは、あるメーカーさんの新商品で、10月かなに出たばっかりのものなんですけど、私はもう7点セットとかでいただいた中の一つなので、まあ、1本の値段がちょっとわかんないんですけど、ちょっと気になる方はね、まあ、今日紹介する商品は分かるものは概要欄に全部貼っておくので、まあ見てやってほしいと思います。まあ下地はね、一番使ってたっていう意味でこれですね。そして、ファンデーションかな。いきますね。メイク動画にも出てきたんですけど、こちらでそのまま塗ると、こう、トーンアップをしてくれるので、肌の色に合うんですよ。で、ちなみに今日塗ってるんですよね。なんかこんな感じで肌に合ってる感じ。私にはなんですけど、これはですね、ポンプ式で使いやすいのと、あとこんな白いクリームなのに、塗り込んでいくとですね、肌の色に変わってくれるんですよ。あんな白かったクリームが塗り込んでいくと、肌にこう密着、この肌の色に合わせてくれるファンデーションで、カバー力もね、すごくいいので、まあ下地もめんどくさいし、ファンデーションだけちゃちゃ済ませたいなっていう CC クリームみたいな、あんな感覚で使えるファンデーションかなって思います。これもね、朝時短したい時とかにすごい、塗って、とりあえず隠せみたいな時にも使ったりします。こちらも一応ライトオークルっていうお色なんですけど、美容液ファンデーションでもあるんですが、これも結構薄付き感はあるんですけど、結構カバー力が高くって、まあこれ一本じゃダメって方はまたそこの部分に重ね塗りしたりとか、
まあ、こんな感じでやっぱ馴染んでくれるんですけど、これ1本で7役ぐらい入っている化粧下地だったりファンデーションだったりコンシーラーだったり、まあ、カラーコントロールとかそういうものが入って7役入ってるものなので、まあこれも下地なしではいけると思うんですけど、塗っていくとね、さっきのようにこう馴染んでくれるんで、まあこれ一つでも全然いい方はいっぱいいると思うんですけども、まあ私みたいにアラフォーになってくると、ちょっとシミとかが濃いとかところとかもね、シワとかも気になる方もいると思うので、まあ、そういう方は重ねる塗りをしたりとか、パウダーを上からちょっとその部分だけはたくとかして使うといいんじゃないかなっていう思う、ファンデーションで、時短とかさ、なんかこう内薬でもうこれだけでいいものとかさ、こうコロナになってから余計にメイクに時間をかけたくないとか、どうせこっから下見えないじゃんとかなって、まあそこら辺塗ってればいいかなっていうね、思う方もきっと多いのでは、私もそうなんですけどっていう感じでね、最近こういうのを使ってます。ラネージュのファンデーションの方です。これはもうさ、持ち運びにはもうどう考えても不可なんですけども、朝メイクするときとか、とりあえずメイクしておこうとか、そういうときってクッションファンデーションになりがちなんですけど、これね、色的にはまあ、ちょっと明るいんですよ。こんな感じでちょっと私の肌には明るめなんだけども、こちらのねブラシでこう塗れるから、今日は朝時間かけてメイクしようとか、なんか今日丁寧にメイクしたいなって時はこれでこうやって使ってるんですけど、こちらもねクッションファンデーションの方もあるんですけど、クッションファンデーションでもちろん使ってるんですが、なんかこっちの方がそのブラシを使いたいっていう時とかに使ったりとか、なんか色味もねちょっと明るめになっちゃうんだけど、すごくカバー力的に好きなのでこっちを使ってます。もちろんねクッションファンデーションも使ってますけど、こっちの方が使ってるかもしれないです。これはクッションファンデーションの話さっき出たけど、まあこれもあるから、さっきのラネージュのクッションファンデーションもちょっと出番が少ないのがあるんですけど、これはすごいパケがまず可愛い見た目っていうのと、50プラスの、でもこれは3プラスしか入っていないんですけども、カバー力抜群で、こんな見えるか、こんな色なんですけど、まあ私の肌にはちょっと軽い感じもするって思うんだけど、こう塗った感じ思うんだけど、こうどん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 こうね叩いて入れ込んでいくとですね、肌にどんどん合ってくるというか、ほら馴染んでくるんですよね。気になってる、例えば肌荒れした時でもそこの部分はなんだ乗りにくかったりするんだけど、そんなことなくて、隠したいところをきれいに隠してくれるクッションなので、肌荒れやばいなーとか、今日ちょっと綺麗にしてメイクしたいって日とかにも使ったりしてるし、というか使い心地がすごく好きですね。これをもうおすすめしたいと思います。次はチークに行きたいと思います。チークは最近はこれです。これこの間のメイク動画にも出てきたと思うんですけど、こちらはもうパールも入っていて、このこれをつけた時はここら辺にねこうパール感も入ったハイライトを入れたような輝きになるから、あと色合いもすごく私好みですごい好きなんですよ。だから最近なんかこれを使う頻度が多いですね。これはもう皆さん知ってると思うし、持ってる方も多いと思うので、まああえて語ることはないんですけど、私はこの色が好きですね。これはアイハーブでなんかないかなって探してた時に偶然発見、買ってみようと思って買ったものです。でこのちょっとねもう使ってるから猫の型がちょっと取れちゃってるんだけど、こんな感じで猫の型がねしてあるんですよ。それがすごく可愛くてパケ買いだったんですよ。正直今日塗ってるんですけど、こんな感じでですね、色がこれも好きで、今日はちょっとグリーンメイクだからっていうのもあって、こういう感じのさっきの
よりは、さっきのはちょっとピンクというか、感じだけど、こっちはオレンジに近いというかね。で、ちょっとまあ、オレンジ寄りなので、こっちの方がいいかなと思って、今日はこっちにしたんですけど、ほんとね、買って正解でした、これ。最初は確かにパケ買いだったんだけど、で、今気づいたんだけどさ、チークだけじゃなくて、ブロンザーとしても使えることが今読んで分かったんですけど、これでね、ブロンザーもできるので、これでブロンザーしてもいいかなって思いました。多分ね、あると思います。アイハーブに売ってます。パウダーなんですけども、なんか前後しちゃってすいません。パウダーはもうもちろんこれです。これは本当に、買ってよかったです。ファンデーションまで仕上げて、もう今日は大丈夫だって思ったとしても、これだけ塗っても、すごくナチュラルな仕上がりにしてくれるので、塗ってるか塗ってないかわからないんだけど、何気にこうカバーしてくれるような、ほんと自然な仕上がりなので気に入ってます。それでこの、やっぱブラシもね、一緒に買ってよかったと思ってます。これ、シャッシャッシャってこう取って、こう広げるのにすごくいいんですよ。時短になるんですよね。だからこのぐらいのブラシも必要かなってすごい思って、あと、この中に入れられるっていうのもそうだし、持ち運んでもそんなに幅を取らないので、本当にこれも持ち運びとしてもね、いいと思って、はい、これは買ってよかった。それでナチュラルなのに SPF50 の4プラス入っているということで、これはもう今の季節の変わり目にはちょっとこう SPF 的には強い、高い、と思うんだけども、でも全然そんなのナチュラルに仕上がるから、全然気にならないし、これは一年中使ってもいいパウダーだなって思います。最近よくでもなんか出てくると思うんですけど、正直そんなね、リキッドもやっても綺麗に仕上がってる状態でこれを塗るっていうのは、ちょっとね、肌に負担をかけてしまうって思われがちなんだけども、そういう時はね、ちょっと気になるところだけ塗って重ね付けして使ってるんですけど、これは本当これ単体でカバー力抜群だし、本当に綺麗に隠してくれるんで、私は、そういう使い方をしてます。で、これ単体で使うことがまだないんですけど、これだけで下地をしてこのファンデーションで済ませても、綺麗になるっぽいので、ちょっとやってみようかなとは思うんですけど、どうしてもこう癖でリキッドとかクッションをして、で、その後これで重ねちゃうっていう、そう癖みたいなのがあるので、もうこれで全然 OK なのに、このね、ハート型のね、型がしてあって、真ん中にインテグレートって書いてあるんですけど、もう使ってるからちょっと、消えてしまって残念なんですけど、本当これもう持ち運びにも、特に汗かく季節にはね、これ持っとくとね、また化粧なしとかは安心だと思うんですけど、あとパケの可愛さねって感じでございます。アイブロウとアイライナーいきます。眉毛描くのもアイライナー描くのもいろんなもんを使ってきたんだけど、なんだかんだ行き着いたアイブロウはやっぱチフレかな、私の中で。あと今切れてるダイソーのちょっとなんていうの、三角形みたいになってて、こうかけるやつ、絶賛してたやつ、あの2本ですね。これはこれ削って使うんで、そのままねかけるんで、すごくやっぱ重宝します。これは本当にチフレのアイブロウは描きやすさ抜群です。私はね、書いてるだけなんで、本当だったら書いた後にさ、パウダーをこうやって埋めてとかやった方がいいんだろうけど、なんかね、書くだけのが楽で、どうしてもそっちに行ってしまうんですが、これが好きです。はい。あとその100均のね、よく前出てきた商品です。まだ買いに行ってないので今商品がないんですけど、はい、それも好き。で、アイブロウはこちらですね。やっぱセザンヌのね、アイライナーで私がこれが一番好きって言っているものです。グレージュって色がもうすごくこう絶妙で、あともう一個好きなのはパラドゥのアイライナー。あれは漆黒なんですよ。もう真っ黒なアイライナーなんですけど、液がね足りないなと思ったら、ここにねボタンがあって押して、こう調整しながら使えるし、
書きやすいし落ちないので、それも好きなんで早くリピートしに行きたいんですけど、まあセブンイレブン行ったら今度絶対買おうと思ってるんですが、今のところ私の最強のアイライナーはこちらのグレージュとそのパラドゥのアイライナーが好きです。ちょっと今切らしててないんですけど、その2つがおすすめです。はい、そしてアイシャドウです。まあ他のも使ってるし、気に入ったものももちろんある前提で今回3つ、はい、やります。今日もね、使っています、こちら。これはね、本当にね、限定色ってだけでね、もうね、あ、買いたくて買いたくて仕方ない。だけど、これとズーシーのね、やつを同時にご紹介してるんですが、キャンメイクの方が普段使いしやすい感じは高いんですよ。ここの色がすごく見て綺麗。うん。この色はなかなかなくて、私の中ではこれはもうすごく気に入ってます。この色合いが。このね、4色使って目元をね、仕上げると、本当に綺麗な仕上がりになるんですよね。なんかグリーンメイクの時は最近これを使ってます。で、ズーシーの方も使わなくないんですけど、あちらは、発色は弱めだけど、ちょっとラメがこちらよりはちょっと強いので、これは本当に仕事でもそうだし、ほんとちょっとお出かけとか、そんなこう、ラフな感じで使えるので、はい、すごい好きですね。メイク動画出しましたけど、ベリーブラウンですね。この間初めて使ってメイク動画したんだけど、とにかくここのさ、色がいいよね。本当に。この3色は本当これでこそって感じな色が揃ってんなっていうのをすごく思うんですよ。この3つを使って目元を仕上げるときは、本当になんか秋っぽくって好きって感じ。ですね。トーンアップアイシャドウは前から好きっていうのはね、何度も言ってるんで、すいません、また出てくるんですけど、このハニーブラウンも、ハニーブラウンが、まあブラウンですけど、ここがちょっと、ブラウンなんだけど、ちょっとオレンジ味が入ってる感じ。ちょっとなんか絶妙なこれも色で、で、ここもね、なんかそれに合うような色で、すごい、この二つでもう綺麗なんだけど、そこに締め色を入れることによって、で、もうこのグラデーションも、これも好きなんですよね。こちらね、トーンアップが多いんですけど、他にもね、好きなね、やつ、ラカのやつとかも好きだし、ズーシーももちろん好きなんですけど、まあ最近使ってるってなるとこういう色かなっていうのが多いので、ちょっと今回は、はい、これを紹介させていただきました。最近は、セザンヌのものばっかりなんですけど、それがもう、もちろんすごい使ってるのは置いといて、それは毎日っていうか毎回一緒なところがあるので、そのね、前職レビューとかしちゃうぐらい好きなので、でも今日はそれ以外を紹介しようと思って、次に使ってるものを紹介します。まあ、これはですね、すごい水っぽいんですよ。今日つけてるんですけど、この色合いです。ちょっとオレンジっぽいような、赤にオレンジっぽいっていうの。こう、なんて言うんだろう、朱色なんて言わないか。うん、そう、なんとも表現しがたい色ではあるんですけど、これがすごく綺麗で、今日のメイクとかにもこういう色ってすごい合ってると私は思ってるんですけど、まあこんな色で、で、ティントなんですけど、全然ね、ベタベタしないんです。落ちづらいっていうところもすごく好きです。これなんかで出したかな？購入品しかやってないのかな？先ほどとは全然全く違う色なんですけど、今の秋にこうぴったりなこんな色です。まあ、ペタペタ感はこっちよりはちょっとある気はするんだけど、それでも落ちづらいところもいいし、色味がすごく私が好きな色味なんですよね。なのでこちら最近ね、セザンヌを使ってない時以外はこちらのどちらかを絶対使うぐらい使っております。そしてプランパーなんですけども、これは一時期すごい大好きって言ってて、これ今でも好きです。このピリピリ感がすごいんですよ。で、もう一個あって、こっちも両方使ってるんですけど、こっちはピリピリ感とスースー感が結構すごいと言いながらも、ピリピリ感はこっちの方がすごくて、こっちはピリピリ感はこっちより
少なめなんだけど、スースー感もこっちは入っているので、スースーする感じが好きな人はこっちかなっていう感じ。で、ピリピリすごいもうしたい。もう、とにかくピリピリ感が好きだって方はこっちって感じで、まだ私は気分で使ってます。どちらもね、いいところたくさんあるんですけど、まあ、こっちはさ、ちょっと、色がついてるから、色が嫌だなって方はこっちだけど、でもピリピリが好きな方はもう絶対こっちです。ピリピリとスースー両方味わいたい。だけどスースーの方が好きってことはこっちって感じかな。わかりやすく言えば、好みで選ぶといいと思います。ティントで乾きやすいものはやっぱりちょっと唇が痛くなっちゃったり、荒れたりしちゃう時があるので、助けられてます。今ね、もう乾燥時期に入ってくるので、唇もね、ちょっと私乾燥してきちゃってるので、そういうつけてる時もなんか対策をしないとなと思って、これから先、この季節、これ二つはお世話になるんじゃないかなとは思います。今私が気に入って使っているものたちの紹介だったんですけど、まあ今はコスメだったんですけど、もう一点ね、最近使ってるもので、これはちょっと紹介したくて、フロミルミルクという洗い流さないトリートメントなんですけど、これミルクなんですよ。で、こんな感じでポンプ式になっていて、こういう風に出して使うんですけど、これがね、ピーチ金木犀っていう香りなんですよ。ピーチの香りとその金木犀の香りがするんですけど、どちらかというとピーチの方が、匂い的には強いかな。最初に香ってくるって感じはするんですけど、洗い流さないトリートメントって、私ミルクってあんま使ったことがなくて、香りももちろんそうなんだけど、こう、髪の毛に馴染ませるとすっごいサラサラになるんですよ。すごくいい匂いで、まあ、ピーチだけだったら、ピーチっていう香りになっちゃうんだろうけど、金木犀が入ることによってなんかね、ピーチの香りがね、抑えられて、その金木犀の、あれはなんていう匂いなんだろう。ちょっと表現が難しいんですけど、なのでちょっとピーチだけのあの香りっていうわけではなくて、とにかくね、いい香りなんですよ。ね、金木犀のだけを香ったことがないので何とも言えないんですけど、とにかくこれを使って、ドライヤーとか、これを使って朝のスタイリングをすると、髪の毛からいい香りがして、まあ、オイルはさ、ペタペタ感が残るとかさ、なんか油ぎっしゅっぽくなっちゃうっていうのあるんだけど、このミルクは、ほんと馴染んでくれて、浸透してくれてる感じがすごい好きで、最近ずっとこれを使ってます。はい、これね、確か出たばっかりなんですけど、すっごい使ってます。モニターがね、確かに出会いなんですけど、本当にそれ抜きでこれ出会えたらすごいいいなって思ったぐらい、私が何度も言いますが、そのシンプルなパッケージがすごい好きです。そんな感じで今回は私が今使っているお気に入りのものを紹介させていただきました。この中にもしね、気になるものがあれば概要欄からね、概要欄わかるものしか貼れないんですけど、よかったら覗いてってほしいと思います。今回もご視聴ありがとうございます。こちらメインチャンネル、サブチャンネルのチャンネル登録よろしくお願いします。下の概要欄に、こちらの、チャンネル登録や各 SNS の登録、フォローなどができる、リンク先が貼っておりますので、そちらのチェックもよろしくお願いします。はい、ということで今回ちょっと量が多かったような気もするんですけど、本当にね、その日の気分で今使ってるものをメインに、使っているので、本当にね、全部本当は紹介したいぐらいなので、だけどすごい長くなっちゃうから厳選して今回は紹介させていただきました。そんなにちゃんと綺麗にメイクするっていう時が少ないからさ、今日はアイシャドウだけど密色でいいやとか、クッションまででいいやみたいな日ももちろんあるんだけど、でもやっぱメイクって楽しいので、本当に使っているものを厳選して紹介させていただきました。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。